はい、始まりました。いやもうなんか隣に久しぶりになんか塚本さん、坂本さんが坂本さんが入りやせていただいて、はい、ありがとうございます。本当さすがっすね。最初からつかみは OK ですね。そうそうそう、いやね、本当絡まっちゃって絡まっちゃって本当にね、はい、なんか天候今日悪いですよね。天候悪いですね。ね、本当に最近だからこうなんていうの、寒暖差が激しいから体調悪くなったり。体調悪くなりましたよ、この間風邪ひきましたもん。やっぱりそうですか、はい、私もちょっとだけね、なんか喉がね痛くなったりしてですね、まあまずいなと思ったんで、この喉のスプレーみたいな。そう、僕もちょっとねアルコール消毒して飲みました。はい、一番それが一番いいんでしょうね。そうです ね毎日アルコール消毒をしてなんとかやってらっしゃると。はい、はあ、素晴らしいね、本当に。まあぜひあのね、今日は まず掛け声からやりたいと思います。あ、そうですね、よろしくお願いいたします。はい、第42回鈴木平次の平次エイジ始まりました。なんかポーズないんですか？平次エイジはなんか平次エイジみたいな、なんかあ、こうかな、ちょっと甘い、ね、ああまあ皆さんですね、はい、まあみんな、まあ、みんなで考えていきたいなと思います ね、はい、そのね、ポーズもありあ大事かもしれないですね。そうですね、なんか、ね、あ、そうですね、ポーズ募集中です。もし、はい、もしいいのがあったら教えていただきたいなと思って。そうですね、よろしくお願いしますね。本当最近あれ、坂本さんあれですか、あのお忙しいですか？忙しいふりをしてます。うん、はい、例えばあれ後ふりをしてるそんなことないでしょ。あんまり忙しいといえば忙しいですけどね。あ、そうですかね。でも みんな忙しいけれど、あれですか、最近料理とかもそうなんですか、あの家では。いや、してますよ、はい、主婦なんで僕。料理にかけるというか、例えばこうスーパーとか行って買い物して、はい、自分でこうやって見聞きして、なんかこう材料を集めてやったりするんですか？はい、そうですね、だからあの材料安いのを買って、はい、そこから何を作るか決めたり、はい、たまにあるんですよ、あのスーパーで見たことないような魚とかあるんですよ。なんかウマヅラハギとか、はい、どうやって食べたりとかわからないの、あのカワハギの仲間ね。そうあれをなんか調理方法をクックパッドで調べて、でなんか煮物しか載ってなかったからじゃあやめようみたいな。あ、そうやってちゃんと考えてやる。そうですね、途中でクックパッド見て調理方法を調べたりとかっていう、うん、でも私いつもこれなんで話かというと、男性もやはり今ですね、最近こう何もできない男性よりは絶対料理ができる男性の方がモテる。あ、そうですね、間違い、これは間違いないなっていうのが実感しましたね。いろんな女性の方に聞いても、やはりなんていうんですかね、あの料理ができるっていうのは心強いですよ。料理は女性がするもんだとかですね、いまだに思ってる男性の方はここはちょっと改めた方がいいかな。そうですね、もうね、ダメですよ、亭主関白ではやっていけないです、この世の中。なるほど、亭主関白ダメですよね。ダメです ね、女性が強いんですよ。強いですね、はい、本当やはり本当強い、もうそれやはりあの実感されてるんですか？実感はしてますね、世の中やっぱり女性社会だなって思って。なるほど、はい、うん、ご自宅ではやはり奥様がお強いですか？あ、そうですね、抵抗はしますけどね抵抗はするけれど、でもね、あのいろんなあのご夫婦の方に聞くと、男性が 俺についてこいとかですね、俺の言った通りにしてればいいんだっていう家庭はまずうまくいかないです。ついてこないですよ、そんな、はい、置いてきちゃう、多分そんなこと言っちゃったらそうですよね、うん、だから実際こうやはり、まあ、亭主関白よりはやはりどちらかというと、まあ、あの尻に惹かれるぐらいが いいのかなとは思いますよね。平次さんどうなんですか、家庭では。私はですね、どちらかというと、別に俺についてこいなんてことは絶対ないですよ。あ、そうなんですか。だけどやはり、まあ、なるべくならあのこう、まあ、優しくじゃないけれど、あのよく頑張ってるから、あの僕もやるよとか手伝うよとか、なんか何でもそういうのを言われたらやってしまうようなところは確かに。あ、そうですか。僕は言われても、いや、ちょっとやりたくねえなっていう風な感じにはなりますけどね。あ、でもね、やはり夫婦というか、まあ、仲良くなる秘訣としては、やはり、うん、あの相手の気持ちに立って、やはり、うん、できれば、まあ、おせっかいというわけじゃないんでしょうけど、うん、こうやっぱり節度ある介入はしたいなというのは、やっぱり日頃日々もう、自分では心がけるようにしてますけどね。まあ、そうですね、なるべくなら人のためにというか、はい、まず自分のことよりも相手のことをということは
思うようにはしてるんですけど、うん、まあ、そうは言っても自己流、自分ね中心になっちゃうんでしょうけどね。まあそうですね、やっぱりもうね、うん、黙ってりゃ飯が出てくるような感じじゃないですよ多分。どうでしょうね、はい、なんか何かしらやんないと、うん、見えない、なんかプレッシャーを感じます。そうですよね、はい、だ実際問題本当にやはり男性の方もこれからはですね、まあ、女性に全部頼るというよりは自分で何もかも、例えば掃除もそうだし洗濯もそうだし、まあ、やってる方はいいと思うんですよ、うん、だけど家事は全部すべて女性に任せるという方もし思ってるんであればですね、これはやはり ね、 そうです ね、 ちょっとやめた方がいいような、はい、なんとなく気がしますね。共働きも多いじゃないですか今、うんうんうん、そうするとね、なんか同じ立場なのよみたいなことをぐちぐち言われるので、うんうん、言われないための努力をしなきゃいけない。そうですよね、はい、だからそういう最近なんかそういう話をいろいろ聞くと、うん、なるほどな、やはり、まあ、男性がやはりできる人がそんだけいるのかなとかですね、考えながらいろいろね、うん、話したりはしてますけどね。そうですね、うん、でそれでもうあともう一つがあって、はい、今日のはちょっと、まあ、課題なんですけど、最近ですねいろんな方から聞くと、あるお見合いのね、はい、お見合い行ったんだそうですよ、うん、そしたら結婚相談所っていうのは実はそのいろんなまあ、相談所によって違うんですけど、男女がお見合いをした時に、こうカフェの代金をどうするかっていった時に、はい、割り勘だとかもちろん当然普通だとですよ、男性が払うもんだと思うんですけど、はい、男性が払うべきだと私も思ったんですけど、割り勘だっていうところもあるらしいんですよ、で、はいはい、だけど割り勘なんだけど、割り勘だったら割り勘っていうところもいいと思うんですけど、うん、やはりですね男性がそのね、なんていうのかな、ちょっとしたこうなんていうんですかね、投資というかですね、うん、そういうものにケチる人がですね、あ、結構増えてるんですって。いろんなこの間ちょっとお話しする機会があったんで聞いたら、でもすごくケチる人がいるんで、どうっていうので、男のケチってどうっていうふうに話が出たんですよ。どうなんですか、その男の人も落とそうと思ったら、うん、はい、お金出すんじゃないですかね。あ、ちょっと今回ちょっと失敗したなっていう人がいたら、あ、ちょっと今日割り勘でみたいな感じになったりしないんですかね。うん、ね、それがね、そこはね微妙なラインなんだそうですよ。だからできれば、まあ、スマートにその1回目を終わらせるためには、うん、やはりどうしてもなんて言うんでしょうかね、スマートに会計までやっていただいた方が、うん、ゆくゆくのためにはなる。この人とこの人はこの人が嫌いだから、うん、私には合わなかったから割り勘にしましょうとか、うん、そういうのはねやっぱり良くないっていうふうになってますよね、まあ、そうなんですね。そうなんですよ。僕はあんまり結婚相談所行ったことないんで、まあ、あれですけどね、ごめんなさいね、これ結婚相談所の話の例なんですけど、はい、ただ、やはりこれ一つ例なんですけど、ケチと節約をするっていう男って違うと思うんですよね、うん、あ、例えばケチってどういう、例えばどういうものがケチですか、ね、ケチですか、うん、男性の。いや、なんか毎回財布持ってこないやつがいますよね、飲み行って。男性でたまにいますよ。本当ですか。今までいますよ、なんか財布持ってきてないみたいな。え、それでどうなっちゃうんですか。いや、出し、他で出してみたいな。本当ですか、うん、その場合って、例えばそれすごく気になるんですけど、そういう男性って何とも思わないんですか。いや、だから誘われなくなりますよ。そうですよね、はい、男性が男性でそういうことを、いや初めて今意外な答えが、うん、いやでも聞かないですか、なんか飲みか、うん、なんか飲み誘っといてなんか、うん、お金払わないっていうか、申し訳ないんですけど、私はそういう男性とはですね会ったことないなっていうのが正直あるんですが、はい、会ったことありますか、うん、ないですよね。実際問題は本当に、うん、なんて言うんでしょう、やっぱり飲み会でもそうなんですけど、やはり、まあ、もちろん当然ですね多く払えばいいってもんじゃないんでしょうけど、はい、やはりねえ、お財布持ってこないっていうのは、そうですね、基本はでも、まあ、飲み会は割り勘ですよね、うん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 、ただなんか、あ、どうなんですかね、うん、大丈夫か、バッテリー残量大丈夫そうですか、これ大丈夫ですね、多分大丈夫大丈夫ですか、はい、大丈夫だと思うんですけどね、実際問題そうですよね、そうですね、ケチケチ、ケチと要はね節約、これね実際問題家庭に入った時はそうなんですけど、
男性が要するにこう何て言うんでしょう、家計を主導権握るのと、うん、女性が家庭主導権握るので、うん、やはりこういろいろあるらしいんですよ、はいはい、どちらですかってどちらの家計だとしたら、ああ嫁です、ですよね、はい、それだといいんだそうですけど、うん、男性が何て言うんですかね、主導権持っちゃうと、うん、もうこれだけしか渡さないとか、うん、もう決まっちゃうとですね、もううまくいかないらしいですよ。ああそうなんですね。だからそれが前に出るのが自分への投資なのに、結婚する前にまず 払うべきものは、例えばその女性とこう結婚したいんであれば、はい、ある程度の投資は必要だと思うんですよ。そうですね、絶対に。どうなんですかね、食べ物でもそうだし、例えば、うん、なぜそんなこと言ってるかというと、一つこの間あったのがデートに行きました、うん、割り勘にしました、はい、でしかも行くところが全てこうなんていうんですかね、まあ、ファミレスというか、はいはいはい、みたいなところ でしかもそこも、半分半分にしようとかなるんですよ。そうすると、はいはい、実際問題ですよ、はい、ね、今後の生活、例えばデートしてそれから要するに結婚を、はい、想定していく中でも、ゆくゆくはもうこの人は絶対ケチに決まってるっていうふうに女性にレッテル貼られちゃうわけですよ。ああなるほど、そうなっちゃったらね、もうどうにも。ああメッセージ来てます、吉岡さんから。こんにちは吉岡さん、こんにちは、どうも、はい、ありがとうございます。海上カメラマンっていうんですか、なんていうんですかね、水上カメラマンね、なんかすごいね、素敵な写真をね、はい、ありがとうございます、見ていただいてありがとうございます。すいません、そうですね、だからまあ、今日ちょっと話題の中でどうしてもねですね、その男性がケチっちゃうと、まず難しいかなと思っていますね。いろいろありがとうございます、本当にね。いろいろなんか来ましたよ、ね、はい、そうなんですよ。水上のって書いた、ね、吉岡さん水上のって、ね、だからね、実際問題そこはやはりやめた方がいいなと思って、で、もちろん節約はしなきゃいけないけど、はい、これ微妙なラインだと思うんで、節約とケチは違うってことですね。そうです ね、前なんかねテレビでやってたけど、うんうん、クーポンをやたら使う、はい、デートでダメです、ダメです、絶対ダメです。クーポン使いまくる男性は嫌われるみたいな。そうですね、テレビでやってましたね、はい、それ絶対ダメですね、はい、そうそうそう、本当になんか割引チケット持ってきたとか、そう割引チケット、そうですね、うん、ね、大変ですよね、あれに付き合うのって。ねえ、本当に大事だと思うんですけどね。あります、あります。なんかね、ファミレスとかでもクーポンのメニューしか頼まない人とかね、いますもんね、本当に。まあ最近ちょっとあのなんですけど、ここに今ちょっと載ってますようにですね、今度恋カレの恋愛教習所っていうののですね、ホームページのアドレスができましたんで、もしちょっと検索していただければよろしいかなと思うのとですね、はい、ちょっともう今日宣伝させていただくのが、この2018年の、10月の26日にあのイケてる飲み会っていう、これはあの石川紀美子さんとあの平治、私とですね、ちょっとイケてる飲み会っていうのをやりますので、もし興味あったらちょっと連絡いただきたいなというのをちょっと宣伝させていただこうかなと思ってますね、はい、吉岡さん来ましたよ、クーポン使いますよ、節約節約。いやいや節約でですね、はい、まあそう、クーポン使うのはいいんですよ、ご家族でなってから使うのは絶対ありです。だからご家族になる前までは絶対まずなんですか、このセールでしか服買いませんとか、うん、あのセールでしか服買わないとなると婚活なんだから、あでももう婚活終わってますからね、はい、吉岡さん婚活だけはどうしても自分への投資なんで、投資としてあの少しはお金を使ってほしいっていうのは今日のちょっと課題なの。これね、本当使わない男性がいらっしゃるんで、そこら辺にある服を着てあのデート行っちゃう人もいるらしいんですよ。そうするとですね、女性はよく見てますからね。あでもね、常に格好つけてなきゃいけないですよね、うん、男性はね、本当にね、はい、まあ今日はそういう形でですね、はい、あのなんかあのたわいない話だったんですけど、ただたわいないよ、たわいないですか、うん、ただあのこれを今日の番組の中で私の男性の方もし見ていらっしゃったらですね、はい、節約とかあのケチは違いますんで、ケチにはならないんですよと、ね、他で節約してね、デートでちょっと、はい、デートだけはちょっと思い切った自分への投資でもあるんで、はい、将来への投資なんで、そうですね、僕何年ももうデートしてないんでね、わかんないですけど ね、まあそういうわけでございまして、今日はどうもあのありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれで失礼いたします。どうも失礼します。